そろそろ決着つけようじゃないの。おはようございます、ティラと申します。テトリス99ね、今日もやっていきたいと思います。はい、今日もって言いながらもう1ヶ月ぐらい経ったんじゃないですかね。イベント予告とかあるんじゃん。何これ、何これ。読んだろ、読んだな。うん、よし。いや俺もね、日々ねテトリス99の動画を見てるから、動画と動画とこれは違うと思う。久しぶりだな。まずちょっと指鳴らしていかないとな。指鳴らします。まずまず指鳴らすところからだからな。ほら見て見て、これ DT 違う、全然ダメだよ。もうダメだな。いや、まあ久しぶりだとねこういうねことになるんですよ。見てください、この積み方雑です。もう何だったら、これ何ですかこの積み方は。雑ですね、もうダメですねこいつ。雑すぎるんだよ積み方が。もうちょっとなんとかならなかったの。ほらまた近江の地帯作ったし、近江じゃない、アイミトン、やるか、行ってみよう、やってみよう、行ってみよう、やってみよう。はい、で4-5、4-5って気持ちよく言った割にはもうダメだ。4-5で終わった。5で終わった。気持ちよく、やってみようとか言っとったんだけどな。今、さっきのね、異性を、まあ、どこ行ったっていうことやね、本当に。1、やる。行きます。やめます。やめるって大事だからね。はい。行きます。ダメだな。やめます。行きますでやめますを連呼していますが、私本当に大丈夫でしょうか、こんなんで。大丈夫かなこんなので、本当に。あ、ここで行きます。T スピン来たよ、T スピン来ました。あのね、いや、ここからよ。こっから。いける。割かしいいぞ、これ。4、6、7、8、9。十分でしょう、これ。できれば中空きの状態にしたいな。中空きの状態にしたいかも。あ、ミスった。まあ、いいか。で、お、いい感じ。まあ、とりあえずちょっともう消しとこう。ちょっと消しておいて。中空きの状態を作りたいね。やられづらくなるから、そうすれば。中空きの状態にするとやられづらくはなりますんで、中空きの3列の状態を作っていきたいところで、3列か4列ね。まあ、2層は。どうしようかな。あ、結構来るね。お、結構来てんな、おい。まあ、ここは甘んじて受け入れて、受け入れたはいいんだけど、もうダメ。迷ってる暇ねえぞ。KO バッチは足りてるね。OKOK、KO バッチは足りている。だから、こうして、こうして、はい。んで、あー、最悪のパターンだな、これ。やるしかねえな。違う。何してるだ。はい。いいよ。全然良くないって。はい、こう、とりあえず、ちょっと掘ってく感じでやった方がいいな。さっきのダメージが結構深刻になってくるぞ、終盤にこれは。よし、オッケー。じゃあさっきの消しつつ、中脇さんにと狙っていこう。あのね、一つ言い訳していい？ああ、言い訳するまま思った。テレビの自動明るさ調整のせいでね、ちょこちょこ明るさ変わるんだわ。みんなにはわかんないだろうけど、ちょっと待って。ちょっとテレビの設定変えよう。やっぱり5だな。5に勝つしかねえんだよ、俺は。てか、4意外とスッといけたな。思った以上に。でも5は全然違うからね。ちょっと頑張ります。もういい加減そろそろテトリスの動画出してさ、もう何ヶ月よ。ヶ月。ヶ月というよりもなんだか語弊があるんですけどね。ヶ月は語弊あるぞ。ほとんどやってないだけなんだよな、ヶ月も減ったくれもなくてさ。ヶ月って言うてますけど別に。ほとんどやってないまま時が過ぎてるだけじゃん。俺の場合。あ、間違えた、もういいか、いっちゃう。DTS、これはよくある。さすがにね、温まったわな。それ今ので、今のはいけるだろう。今のハイパイはすごく良かったもん、DT にしては。どうしようかな。すごいなぁ。すごいな、びっくりな地帯できてるぞ、今。まあ、タワーできたさ。なんかタワーできてるさ。ほら、もう来たもん。早いわ。
もうタワー、もうタワー来てるもん。タワーではない。とどめ打ちにして、とどめ打ちにして、そろそろじゃあ誰か狙ってこうか。いきます。三列連。ああ、でも三列連が、まさかの火力減衰。ここで火力減衰する三列連、辛い。辛み。痛み。苦しみ。すべて。僕の、勝てたらどうだ ?10 円結構これ今稼いだんじゃない？ちょっと今のうちにカウンターに戻しておいて。いやー、どうだろう。いやー、やばいね。攻撃の頻度がやばすぎ。で、打ち消しておいて。で、ちょっとカウンターで分からせておいて。で、こうして。あー、まあまあね。これで。ちょっと中空きを作りたいな。やっぱり攻撃されても大丈夫な体勢で。体勢を作っておきたいということで。できればね、迷ってる暇ないぞ。めっちゃ今ぐる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 しとったけどさ。めっちゃ今ぐるぐるしてたよね。すげえな、今。めっちゃ余裕の構えでぐるぐるしてた、俺。土台を作ろう。こうしといて。これはこっちの。うん、うん。ちょっと強引ですけど、作れましたね。作れたけど、これ。4列連や難しいタイプだな。これでいくか。狙います。やめます。もういいね。なもう見た瞬間分かったわ。これ無理だなって一瞬で分かったわ。もうな2列になってるじゃん。ほらちゃんと管理しないから、ちゃんと管理しないからさ、中空き2列じゃん。もう中空き2列なんだもん。いやいい、こっからここからやってみる？無理だな。うまいことハイパイが回って、僕ができるレベルになっていければいけるんですけど、難しいな。なかなかね、その、ハイパイにたどり着かないね。お、早いね。もう来てるね。やっちゃおうか。はい。はい。やばい。超えろ。ここ来いよ。普通に超えれる。ここは超えれる。別に今まで貯めたレーンがあるから、ここは超えれると思います。超えてる超えてる。普通に超えた。で、中空き列にしてもさ、右側が不安なんだよね、その。今中空き列、両列しようとしてるけどさ、右側が不安。勝ち筋を募集したいと思います。皆さん、コメントで書いてください。ここからの勝ち筋を募集し、ちょっとごめん、不甲斐なかった。さっきはごめん、不甲斐なかった。いや、不甲斐ないにも程があるだろ、今の。中空きや言うとりやないが、中空き言うとんのに、どこに何を置いとん。ごめん、不甲斐なかった。あれはちょっとね、もう事故ですよね。プロはあんな事故絶対起こさないからね。まあ、俺プロじゃないけど。まあ、俺はプロではないんやけど、そもそも。まあ、さっきのはね、すごかったですよ。いやー、面白かったわ。あんなの子にさ、屋根できたさ。あんなの子にさ、大きな屋根作らんといてほしいもん。誰だ、あんなの子に屋根を作るよ、頼んだんは。あんま縦置きしない方がいいんだよね。ちょっともう危ないんで、ここでカウンターして、狙われてるんだよ、もうそもそも。迎え撃とうと思います。やめます。迎え撃とうと思います。このね、繰り返しなんだよね、基本的に。迎え撃つかやめるかのさ、柵を迫られてんだよ。常に。いや、もうダメだ。終わっちゃう。レンガ終わる。これはレンガ終わる。どうしようかな。あんまり、なんか、ネクスト俺見てない説あるな。ちゃんと見なあかんの。ネクストはちゃんと見て、しっかり見といて。ちょっとね、やっぱり4列連を組みたいなって思いがあるんですけど、それに固執して結局ダメみたいなところあるから、そう、だからあんまり5列連になってるよ。5列連になってんだけど、そう、固執しない方がいいんだよな、あんまり。最終的にさ、残ってればいいんだもんな、言うてしまえば。最終的に残ってれば、なんとでもなるんだよ、多分。ほら、ほら、もう、バカバカもう、おバカ
本当にもう不甲斐ないな、今日の俺不甲斐ないぜ。毎日でやるとかちゃんと毎日やらないとダメだよこんなん。 手の感覚がさ狂うもん絶対。めっちゃ来るね。ちょっととりあえずこうしといて、どうしようかな。平積みしてんな結構今。あ、めっちゃ来るね、やばいな、火力やばくない、ちょっとその火力やばいですね。ちょっと待って、まだ俺今わかる、俺遊びの段階なの、わかる、わかんない、俺もわからん。自爆してる場合じゃないぞ、やばいぞ。やばすぎるぞこれ、賞味めちゃくちゃやばいぞ。あ、追い詰められてるよ、まだだ、まだ終わらん、まだだぜ、まだだぜ、ほらテトリス。テトリス、ついでに T スピン、 T スピン入れたのにまだ来た。いや立て直せる、これは立て直した。いやテトリス99のいいとこってさ、掘りやすいね、めちゃくちゃ掘りやすいわ正直。プヨテトではこんなに掘れな、掘れないね、もうプヨテトやった後にこれやったら絶対ね、うんってなるよ俺感覚。めっちゃなってるもん、プヨテトだったらこんなに掘りやすくないもん。あ、間違えた、やばやば、あー結構来るな、大丈夫、ここは掘れるね、普通に掘れる、1234。いいよー、とりあえず延命していきます。その延命が正しいかどうかは私もやったんだよね、それがここまでなると思わなかったしね。リカバリーが効きやすくなった、うん、昔に比べて。ただあんまりその技術が伸びていない感はある。毎日やってないのもあるしね。あー、ここに来る、大丈夫、これはテトリス。あー、でもちょっとね KO バッジがないんですよ。そう、しのいでるだけだからね、結局生き残ってはいたんだけど、生き残ってはいるんだけど KO バッジがないから終盤の競り合いに負ける説が濃厚でございます。私そうだな、明らかにこれ終盤の競り合いに負けるな。終盤の競り合い負けるぞこれ。 KO が少なすぎ。ほらもう来た、にみやばいね、やばいぞ、火力がめちゃくちゃ来てるぞ。いや火力がえげつないことになってんな、速くなってきたね。んで前回みたいに速くなってさ適応できないっていうパターンもあったから、それだけは気をつけた方がいい。ちょっと待って、やばい、しまった、もうこっちでいいや。うん、しっかりネクスト見て置くとこを決めておく。ただあのこの前みたいに置けない可能性があるんだよな、早すぎて登らずに置けない可能性って普通にありえるんですよね、それが問題なんだよな。はい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 、うん、で T スピンしつつ KO バッチそこそこ集まってんね。あんま勝ってないけどな、ゆっくり、大丈夫だ、大丈夫、落ち着け、ネクスト見つつ次のどこ置くか、もう一人プレイの感覚にしよう、一人プレイの感覚ね、そう一人プレイの感覚で一つ一つ見極めていこう。あーもうダメだ、あーそんなんじゃないよ、ほら一人プレイの感覚、落ち着け冷静になれ、一人プレイの感覚だ、わかる、一人プレイの感覚思い出せ、一人プレイの感覚思い出せ、次のネクスト見てあのつまないようにする、そう一人プレイの感覚わかる、自分で自分に言い聞かせてます今私。お、いいね、キューバッチ集まった、12来た、これは勝ちたい勝負来たぞ、いやいや来すぎ来すぎ来すぎ、ちょ待って急に来た、大丈夫落ち着け、一人プレイの感覚思い出せ、いやー掘りたいなー、掘れる状態にしたい、一人プレイの感覚だって言ってんじゃん、なんで勝手に積み上がってくんだこれ。ちょっと待って落ち着け冷静になれ、一人プレイの感覚って言ってんのにさ積み上がってくんだから勝手に。一人プレイは勝手に積み上がらないじゃん。なんで勝手に積み上がってくんだこれ。もうあかんや、もうダメだよお前、俺もダメだよこれ。あ、もうこれダメだなって今は皆さん視聴者さん察してるでしょう。いや、ここからね、奇跡も魔法もあるんだよ。わかる？わかるかい？奇跡も魔法も今からあるんです。見せてます！
ああ。ああ。おお。もうまた間違えた。もうやだ、負の連鎖だ。ああ、また間違えた。
ダメなんですか。あー、2位じゃダメなんですかね。